はい、どうも久しぶりです。キングです。今日は、とある高校生ライダーの、リクエストがありまして、バックサイドサブロック、これのコツを教えてください。私、キングも実はバックサイドサブロックは苦手です。でも一生懸命入門という形でまずこの回り方を覚えましょう。レッツバックサイド。このように右足だけをただただ回す練習、スピンではなく、レギュラーでしたら、右足をただただ回し込む練習、まずこの練習から始めましょう。今のように、オープンと一緒で270度、あるいは300度ぐらいまで回し込む練習から始めてください。はい、いかがでしょうか。まず入門という形で、僕も勉強させてもらいながら、こういう、乗り方講座、回り方講座の、動画を作ったわけですけども、実際、5とか7を回るときにはやっぱり、右足を回し込むだけじゃなくて、左足も一緒に回転できる、両足でスピンするという形が理想的です。では頑張って練習してください。はい、OK。